にちは、アレンジの堤下です。今日はですね、食材に含まれるタンパク質の量の覚え方をご紹介したいと思います。大体ですね、一般の方であれば体重 ×0.8 から 1g ぐらいをかけた数字が1日に必要なタンパク質の量だと言われています。で、アスリートだったりとかですね、激しい運動を普段からされる方は体重 ×2g ぐらいを基準にしてもらえるといいかと思います。で、タンパク質を意識して摂ってくださいというふうにお話をすることが多いんですけれども、その際に私たち計算するんですよね。一日どれくらい、これぐらいのタンパク質が摂れてますよねっていうふうにお話をするんですけれども、その時に大体その食材にタンパク質がどれぐらい含まれているのかっていうことをある程度把握しておく必要があります。皆さんもこのタンパク質の食材に含まれるタンパク質を把握しておかれると非常に計算がしやすいですし、1日に摂っているタンパク質がどれぐらいかっていうことを把握しやすいと思いますので、今日はそのタンパク質の覚え方をご紹介したいと思います。主なタンパク質の食材となるものを今日はまとめてご紹介するんですけれども、まず牛乳ですね。牛乳はですね、コップ1杯だいたい 200ml ぐらいに含まれるタンパク質なんですが、6.8g ぐらいというふうに言われてます。これをどういうふうに覚えてるかというとですね、論破すると覚えてます。 6.8 論破ですね。牛乳飲んで論破すると覚えていただけるといいんじゃないかなと思います。で、次、納豆なんですけれども、1パックだいたい 7.4g ぐらいのタンパク質が含まれているというふうに言われています。ですので 7.4 なのでシンプルになしです。はい、なしですね。納豆はなしというふうに覚えてください。で、最後に卵なんですけれども、だいたい卵1個にはですね 6.2g ぐらいのタンパク質が含まれています。ですので、どういうふうに覚えてるかっていうと、唯一無二の食材と覚えてます。唯一無二、 6.2g ですね、というふうに覚えていますので、参考にしてもらえるといいかと思います。で、主に肉や魚なんですけれども、だいたいですが手のひら1枚分ぐらいの肉や魚には約 20g ぐらいのタンパク質が含まれていると思っていただけるといいかと思います。ですので、1日コップ1杯の牛乳ですね、で1パックの納豆、そして1個の卵を取ってですね、毎食にですね、肉か魚の手のひら1枚分ぐらいの肉か魚が入っているとすると、大体ですね、合計で 80.4g ぐらいのタンパク質が取れてますよっていう計算になりますので、参考にしていただけると嬉しいなと思います。ではですね、今日のおさらいです。まず1つ目ですね、牛乳コップ1杯には大体 6.8g ぐらいのタンパク質が含まれています。論破と覚えてください。牛乳飲んで論破するです。で、2つ目は納豆なんですけれども、1パックに 7.4g ぐらい、納豆はなしと覚えてください。で、3つ目卵なんですけれども、だいたい1個の卵には 6.2g ぐらいのタンパク質が入ってますので、唯一無二の食材だというふうに覚えてみてください。皆さんの自己実現と健康的な生活習慣が私たちの心らしさです。またお会いできることを楽しみにしています。ご視聴ありがとうございました。このシリーズはですね、私がクライアントさんと取り組んだ健康的な生活や運動の習慣化をエピソードを交えてご紹介したいと思います。少しでもですね、ためになったなと思っていただけるようであれば、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それでは皆さんにとって今日一日が元気とその気とやる気のある一日となりますように。